その後、のんけが1本釣れて、で、1本、60はないけど、58ぐらいあるのかな、2400ぐらいの魚が1本、はい。え？釣れまして。おはようございます。釣り子 TV です。おはようございます。小森さん、おめでとうございます。ありがとうございます。優勝の二文字が。そうですね。カップじゃなくて縦ですけどね。はい。全日本バスプロ選手権っていうことで、はい、すいません、自分、あんまりよく分かってないんですけども、はい、どういった大会なんですか？バスプロ選手権ですよ。はい。はい、まあバスプロの中でこの権利を持っている人間たちが集まってきて戦うっていう大会なんですけども、ここ書いてある通りは、あ、書いてないか、ここ東日本と西日本に、ね、分かれて行われている大会で、まあ、トップビューティーを除くマスターズ以下のマスターズ、それからローカルシリーズですね、ローカル JB、まあ、桧原湖、霞ヶ浦とか山中湖とか河口湖とかあるじゃないですか、ああいったところの、まあ、上位何パーセントかに毎試合ずつ入ると権利が取れるっていう大会で、まあ、その大会の場所によって西日本と東日本に振り分けられてこうやるっていう、まあ、トップ50を除いたカテゴリーの、まあ、頂点を決めるっていう、まあ、大会ですね。小森さんは、はい、何で権利を獲得したんですか？ね、僕は JB2 桧原湖シリーズっていうのにエントリーしてまして、まあ、JB2 の桧原湖 JB2、 それから JB 桧原湖、これの運営をまあやってるんですけども、まあ、JB2 の方はちょっと人手が、まあ、足りてるんで、ちょっと試合の方をさせてもらってるんですけども、そちらの方で、何戦目かだったのに、6位かなになって、一応権利を獲得してます。エンジンのハブプロとコンビを組んで出られてる大会で、はい、それですね。はい。エンジンのバス釣りのチャンネルで、その大会の模様とかは結構やってくれてるんで、はい、あ、面白そうな大会だなと思っていつも見てたんですけど、はい、あれでまず権利を取得して、はい、で、東日本大会に出場したということ、はい、はい、で、川口湖でやったんですけども、はい、まあ4年ぐらい僕 JB2 出てて、権利は毎年取ってるんですが、まあ、最初はバサオールスタラクラシックと日程が重なってしまって、まあ、出れなかったんですが、まあ、去年から延期になったりして、まあ、去年と今年と2年連続、まあ大会にやっと出れたっていう感じで、この大会には僕出なかったんですよ、ずっと。やっぱりトップユーティーはトップユーティーで1年間戦っていって、その先に、まあ、年間上昇でクラシックに、まあ、ちょっと大きな枠が、トップユーティーだけちょっと枠が大きいんですけども、まあ、出れて、まあ、大きなタイトル戦もあるんですけども、まあ、やっぱりトップユーティーに出ることが叶わない猛者たちも、仕事の都合だとか、まあ、その住んでる地域の都合だとかあって、まあ、そういった方もローカル出てるじゃないですか。で、そういった人がやっぱり河口湖に集まって、まあ、今年のバスプロの一番を決めようじゃないかっていう大会なんで、まあ、これはまあずっと出たかったっていうのがあったんですよね。で、まあ、去年は、初日、まあ、いい魚釣れたんですけども、2日目釣れなくて、まあ、終わってしまって、まあ、河口湖普段行かないんでね、2日間を通した組み立てっていうのをやっぱり作っていかないとなかなか難しいんですけど、河口湖ってそんなにやっぱりブラックバスの多い湖ではないんで、まあ2日間ちゃんと自分をマネジメントしてゲームを作るっていう準備がまあできてなかったんですよね。で、今年はちょっと準備する期間もあったんで、もう絶対こう優勝からでやろうって、まあ、そういう気持ちで出た大会でした。じゃあ河口湖って言ったらまずワームが使えないとか、はい、あとはまあそのスペースのところにそれだけのプロの人が一気に集まるっていうところで、はい、まず初日はどんな感じで展開されていったのか。そうです、まあ、初日というか、まあ、プラからお話しますと、はい、やっぱりワームが使えないっていうのは、まあ、僕にとってはもう相当マイナスなんですよ。で、まあ、ワームが使えないことによって逆に、まあ、バスの動きをリアルに追っかけていかないとダメっていう意味ではものすごくその大会としてはソリッドな部分があるんですけども、ただ釣りの面白さとしてはやっぱりワームが使えないと幅がかなり狭くなってしまうんですよね。なのでそのゲームの面白さをみんな、要は魚が見えてないと、まあ、すぐ飽きちゃうんですよね、河口湖の試合って。僕、ワームが使えればあれこれやってみようっていうあるんですけども、まあ、その時にもうみんなが使ってるものが同じでボークってなっちゃうと、まあそこに何のアイデンティティも考えられなくて、まあ、だって考えてみてくださいよ、こうワームの形ってこう例えば
は転がってないかな。例えばカットテールを1本にしたって、このリブとかこのリブのない部分とか、この頭のこのちょっとテッパーがついてるこの具合とか、尻尾の角度とか、まあ、こういったのも全部ひっくるめて、もう半世紀以上かけて、もう人間がブラックバスを騙すために効率よく作ってきた、まあ、人類対ブラックバスのこうアイデンティティが詰まってるようなもんじゃないですか。ポークって正直豚の皮をピューって切っただけなんですよね。多少部位に切ったり細く切ったりしてるけど、まあそれとこのアイデンティティを比べたら、それはやっぱり釣りの幅ってすごく狭くなっちゃうし、面白くなくなっちゃうんですよね。まあそんなのもあるんで、まあ、僕はポークを使わないでやりたいって思って、まあ正直練習ではもう徹底してクランクベイト、それからスピナーベイト、で、まああの合法的なアラバマリグみたいなもの、まああの、なんていうのかな、こうシャンデリア型のやつですね、のスピナーベイトとか、そういった、まあこの時期有効であると思われるは、まあ片っ端から試していって、まあ、シャットの早巻きとか、まあドラッキングとかもやったんですけども、まあ4日間プリプロやって全く当たりがなかったです。で、まあ直前でもう1時間だけやろうと思ってたものの、もうこれないなと。で、ワカサギはいっぱい映るんですけど、ワカサギにバスついてないなと。まあ、それがちょっと僕のプリプラから見てた河口湖の判断だったんですね。で、となるともう結局、まあ河口湖って定期的にまあブラックバスの放流が行われてるんですけども。今でも、はい、あの放流ってのは行われているもんね。そうですね。年に何回かですけどね。はい。はい、で、それがまだ若干シャローに残ったりしていて、まあ、それをかき集めてくる人が上位に行くっていう、まあ、過去放流っていう、プロの間で呼ばれてる、まあ、釣りなんですけども、まあ、そのパターンが上位になるんじゃないかっていうのが大半の予想だったんですよ。で、まあ、それをやるんだったら僕はもう出ないとこうかなと、正直本当に思いました。なぜなら、まあ、放流されたほやほやだったらテクニックとかで、まあ、なんとかいけるんですけど、僕は過去放流ってなっちゃうと、もう、正直、もう、食べるものもなく、湖を何ヶ月もさまよってる魚を釣ることってあるわけじゃないですか。まあ、中にはちょっと自然に適応して、ベッドフィッシュを売ったりするやつもいるのかもしれないんですけど、そのトータル的なことが僕には全くわからない。本来のブラックバスの動きじゃない。それはもう河口湖に通い詰めて、はい、日々の動きを見てる人とかが、はい、まあ掴むような。そうなんですよ。河口湖ってまたそれを得意とする人がいっぱいいて、あの湖って、まあ、僕もプロになってすぐの頃はやっぱり通い込んだんですけど、 JB で上位にこう有名になろうと思ったら、やっぱ河口湖って避けて通れないんですよね。まずは河口湖で名前を打って、で上位に行ってトップカテゴリーに上がっていくっていう、そういう流れがあるんで、まあ実際自分を通い込んだ頃は、まあちょっと来たやつには負けないぞっていう自信はあったんですね。まあ無名だった僕ですらそうだったんだから、河口湖で名を馳せてる人たちに今僕ちょっと行って、逆に過去放流とかわけのわからない魚を追っかけて勝てるとはとてもじゃないけど思えなかったです。まあ、まあ正直そのポークの釣り自体もそれに近いものがあって、正直このポークの釣りで河口湖通い込んでる人に勝てるわけないよっていう気持ちはあったんですけども、まあ、過去放流よりはちょっと見出せるものがあったんで、まあ、この過去放流だけはちょっと避けたいなと。直前プラでもう一回見てみるけど、まあ、見出せなかったら、これをやんなきゃいけないんだったら、もう帰ることもちょっと、欠場することも頭の隅に入れとこうぐらいに思ってたんですよね。まあ、欠場するっていうのはちょっと大げさですけど、出る意味があるのかなと。勝ちにかなえないなと。だから、他の方法で勝てれないかどうか。まあ、これを徹底して、まあ、検証しなきゃいけないなと思って、まあ、直前プラに入りました。コンクルージョン。で、直前プラは案の定、その、クランクベイトとか、そういったパターンがやっぱ全くダメで、まあ、むしろプリプラより悪くなってる感じがあって、ちょっとバス映ったとこも映んなくなっちゃってたんで、これもう完全に違う魚を釣らなきゃいけない。ってなると、もうそのシャローを見てるといるんですよ。やっぱり、でかくもないのかな、40ぐらいのやつが。で、僕はそれが、そのネイティブの魚、ネイティブというか河口湖で、まあ、ね、その、大きくなっていったブラックバスなのか、放流されたやつなのか、もうそれすら区別がつかない。で、直前プラ爆風だったんで、その見えてたところも風が強かったんで、ちょっとやっぱり、まあもう一回見に行こうかっていうのもできなくて、あれを釣るのかどうかもうちょっと腹をくくってたんですけど、まあ、ちょっともう気分が乗ってこなかったんです。あのシャローの魚を追っかけ回して釣るのはもう僕ちょっと気分乗らないなと。あれがネイティブだったら多分もう釣れる気がしないし、動きが速くて、見えてたやつですよ。それが過去放流っていう魚であれば、多分みんな見つけてるだろうし、釣り勝てる気がしないし、まあ、釣れても1本2本だし、まあ勝負に絡めないな。で、まあ、なんでそう思ったかっていうと、河口湖の方が広い中で、
何箇所でしかバス見2箇所ぐらいしかバス見つけられなかったんですよ。これを多分河口湖の通い込んでる人たちは、まあ、効率よく回るルートも含めて、まあ、計算してきてるわけじゃないですか、ゲームですから。で僕はその計算が成り立たなかった。見つけてる河口保留を一箇所目に取りに行って、釣れたら一匹釣れた、逃げ釣れたら逃げ釣れた、でもそこから先何もなかったんですよ。でそこに人がいたらもうおしまい。だからもう河口保留もない、シャローもない。でカバー打つにも水減衰傾向で、河口湖みたいなフラットランドレイクってそのリザーバーと違って上下しにくいんで、まあ、大きく水が増えない限りシャローに魚一気に入ってこないんですよね。その時点でもうあんまりシャローのカバーに魚が入ってなかったんだから、もうこれ減っていく傾向だろうと、抜かれて。だからもうシャローカバーもないってなると、まあできることっていうのがもうなくなってきちゃったんですよね。でまああと唯一あるのは、まあ冬に向けて溶岩に入ってくる、溶岩の隙間とかその自分の居心地のいいところを探して溶岩周りを泳いでる、まあいわゆる冬の魚ですよね。まあ、これは多少はいるだろうと。ただまあ船団になるでしょうから、これをどうやって釣り勝つかっていうことを考えながら、まあ直前プラを終えた感じでしたね。まあ、幸いにも一本だけ、まあ昔、それこそ本当に昔ですね、15年以上昔、20年ぐらい前かな、河口湖でやっぱり自分が通ってた頃に、まあ、冬の当選通ってたんで、見つけた冬のバスが溜まり始める場所っていうのがあって、まあ、魚屋さんっていう温度手屋さんがあるんですよ。そこから宇野島南にかけての溶岩帯の、まあ、溶岩の水中に沖に張り出してる岬のディープなんですけど、まあ、そこでちょっといい魚が1本1キロ500っていう魚が釣れて、まあ、こんなのが出るんだったらやる価値があるって、まあ、あとは信じて、もう周りも見ないで自分の目の前だけ見てずっとこうやってるしかないなと。で細かいニュアンスは明日考えよっていう感じで、まあ、練習を終えたっていう感じです。もう場所を一応もうここで行こうっていう、はい、死に場所を見つけて本番に臨んだっていう、はい、そうですね。ただそこが釣れるんだったら他に4カ所か5カ所ぐらいは持てるなと思ったんですよ。そこレッド似たような条件で、 あそこも似たような条件かもっていう。そうですね、まあ、直前プラで1匹釣ってからちょっと時間がもうなかったんですけど、急いで6カ所回って、6カ所もありましたね。僕は魚屋さんとかで釣ったんですけど、黒岩岬の左側と右側と、そのまた照らしたワンドっていうところと、その対岸の岬のところですね、3番目の。それからギューッと戻って、西川の溶岩、要は橋の内側の溶岩の出っ張りを1箇所やって、あと1箇所どっか沈み物があるところはどこだったかな、そんなに遠くないところですね、魚屋さんと黒岩の岬の間にあるちょっと沈み物なんですよ。6箇所もあったんです。でもやっぱ釣れなかったんですよ。で魚探の釣りもなくて、やっぱ最初に入ったところが一番いいなと。だからしょぼいところはやめようと。やるとしたらやっぱ大場所でしっかりと粘ろうと思って、まあ作戦はもうそれしかないなっていう感じでした。でいよいよ本番突入ってことなんですか。はい、まあまあ正直溶岩のダウンショットっていうのは別に苦手ではないんですよね、まあ、これがこう溶岩の出っ張りだとしたら、まあ、ダウンショットやるときに、ね、こう丁寧にこうやってもう舐めるように進化を這わしていくと結構釣れるんですよ。で場合によってはスタックしちゃう、スタックしたらもう外さないぐらいでシェイクする、その丁寧なシェイク。河口湖亀山とかの冬だったら僕1センチ2センチ刻みぐらいで進化が横に動くぐらいのアクションって言うんですけど、河口湖ってこれが5ミリ刻みぐらい、昔からです。昔はそれこそそうですね、まあ2インチグラブとかリックワームが出る前は3インチグラブか、3インチグラブとか、あとロボリーチとか、あとグラスミノー S とか、まあ、そういったワームは僕得意としてて、であとはマイクロクラル細いやつですね、あれのワッキーガケとか、あとは、まあ、食わせるとその辺がやっぱ昔は主流だったんですけども、まあ、レッグアームが出てからはレッグアーム、ただレッグアームが出た時から河口湖ってワーム禁止になってしまったんで、河口湖と僕レッグアームって釣った記憶がほとんどないんですよ。まあなので、まあまあ、そういったライトリグを、まあ、5ミリ刻みでシェイクする、これもまあ昔20年前に、まあ、培ったテクニックで、まあ、これをまあやろうと思ってやったんですけど、まあ、初日ポイントにバーッとちょっと行ったら、自分70何番からスタートだったんですが、もう先行者がいたんですよ。で、まあ、先行者が一番いい水中ミサイルだったんで、ここね、そこ魚屋さんっていうボート屋さんがここにあって、こうずーっと伸びてて、こう溶岩なんですね、これで、これこんな風になってるんですけど、ここにも真ん中なのかな。でこの辺に宇野島っていうのがあります。で、まあ、これ溶岩こうやって、まあ、富士山から流れてきた溶岩がそのまま固まってるんで、こうなんていうかね、
人間の手みたいにこんなふうになって入ってるんですよ。これ手腕がいっぱい。なので一本ちょっと長く伸びてる岬があるんですね。で、まあ、この岬に入りたかったんです。まあ、先行者がここにいたんで、で、まあ、この落ちたところを彼はやられてて、で、まあ、僕、その直前ぐらいでかれてたのはこの上だったんですよ。はい、はい。ボートポジションも含めた。で、ここは7メーター。で、ここも10から11メーターなんですけど、で、実際この7メーターを、まあ、僕は狙いたかったんですが、ちょっとその日はすごいこっち向きの爆風で、まあ、直前ブラも風吹いてたんですけど、まあ、試合の時の方が吹いたのかなっていうぐらい吹いてて、で、まあ、朝ちょっと水温がかなり下がってたんですね。なので、まあ、朝この人がいて、僕もちょっと深い方がやりたかったんですよ。できないからちょっと後ろやらせてもらっていいですかって言ったら、まあ、この人快く入れてくれたんで、僕はここにボートポジションを取って、まあ、こっちの位置とこっちを狙ったんです。ただ、風がこうだからボートポジションこうなるじゃないですか。はい。で、風がこうなんでね。で、風に対して、こう、斜め横に投げる形になるんですよ。後ろも前も。これが超やりづらくて。で、やっぱり、こう、5ミリ刻みにシェイクしたい、なので、シンカーはあんまり重たいものが使えないじゃないですか。で、まあ、16分の1のシンカーを使ってるんですが、まあ、そこからちょっと重たくして、32分の3オンスまでにしたんですが、やっぱり、ちょっと、風が強すぎてやりづらい。で、まあ、なんとか、1匹目釣ったのは風が収まってから、収まりかけた10時半ぐらいにやっと1匹釣って、その前にも2回当たりがあったんですけど、もう乗せられなくて、でその間も先行者の方がバタバタと2匹ぐらい釣ってたんですよね。で10時ぐらいに、10時半ぐらいかな、もうこれちょっと風が強いなと、なんとかボートポジションを変えたいなと、まあ風に対して後ろに投げるか前に投げるかにしたいなと。だからこっちにボートポジション持ってくるかで、あるいはまあ、こっちに持ってきたらこの人が邪魔になっちゃうんでできないから、まあここに持ってきたら投げるとこちょっとしかなくなっちゃうし、こっち側にここに持ってきてもここに持ってきてもここに人入られたら終わりなので、まあ、すごいこの辺ちょっと駆け引きだったんですよ。僕自分が動くことによってやっぱ他の人が選手が入ってきちゃう可能性もあるし、で、まあ、これ入れてくれた人を邪魔するわけにいかないしっていうことで、まあ、ちょっとすごいやりづらい中頑張ってやってたんですけども、ただまあ12時前ぐらいにこの先行者の方がどっか移動してくれて、でまあボートポジションがちょっと広く取れるようになったんで、まあ僕はこの位置からこの位置までちょっと動かして、こっちとこっちを狙ってたんです。はい。風に対してまあ斜めよりは垂直の方がやりやすいんで垂直にして、そしたらまあその後ノンキーが1本釣れて、で1本60はないけど58ぐらいあるのかな、2400ぐらいの魚が1本、はい、釣れまして。コンクルージョン。あ、そうなんですよ。でこれはね、最初僕練習ではポークをちょっとね丸っこいポーク使ってたんですよ。なんとかリーチっていうポークを、もうなんか名称忘れちゃったんですけどね、あれだ、釣り基地ホルモンの釣り基地ホルモンのポーク僕すごい好きで、それのなんかブッダリーチみたいなやつの丸っこいがあって、それがすごいアクションが良かったんで、実は、ね、直前ブラもそれで釣ったんですよ。1匹目バスもそれで釣って、でそこからバイトが止まってたんですけど、ちょっとまあ僕の方もちょっとそのシェイクしにくいのもあったんで、うまく動けてないのかなと思ってちょっとポークを切ったりとかしながらやってたんですけど、細く切ったやつで釣れたんですね。とにかく細く切ってみようと思って、で風がやんだ時ぐらいからこの辺にゆすり が大量発生したんですよ、はい、もうゆすり がで、ボート片付ける時も船の上でゆすり がいっぱい止まってくるぐらいゆすり がだらけになって、まあ、バスワカサギ食ってないんだからこんな糸ミミズとか食ってんのかなと思って、とにかく細くしよう糸ミミズまで細くできないけど、細いものがうねうね動いてる方がひょっとしたらいいんじゃないかなと思って、まあ細いボークにして、まあ、切って使っていきました。で、まあ、初日はその2本で終わっちゃったんですけども、まあ他にノンキーとショートバイトが1個とバラシが1個あって、でまあ初日の順位が7位だったんで、ちなみに、はい、何本リミットでキーパーサイズは何センチなんですか？あ、ごめんなさいね、言うの忘れてました。5本リミットでキーパーサイズは25センチです。なので2本では全然足りてないんですけど、ただウエイトがあったんで1本そのキッカーが入ってくれたんで、まあ7位というウエイトで、ただこの魚がまあマグレじゃないっていうのは、練習直前プレーでやっぱ1500の魚が釣れてたから、でかいのはやっぱ上に回ってくる。でその一番でかいの釣ったのもこう上がったところ、この辺釣ったんで、7メーター側で釣ったんで、でかいのは絶対ちょっとサスペンドして泳いでて、暖かくなってくると溶岩の上に上がってくる。これも間違いないなと。
ちなみにタックルは、はい、そのキッカー取ったタックルっていうのはどういう組み合わせになるか。それはね、まあ、コンクルージョンの新しい竿って言いたいところなんですが、が僕はね、あの今回はね、ビッグウィッシュが出ることがもう想定してました。練習で1500が出た時にいいところ3ポンドってこともあって、まあ、風が強くなるっていう方も出てた、練習も風強かったんで3ポンドじゃなきゃダメだろうっていうこともあったんで、シールこれシールは違うんですよ、流しますであったんで、まあちょっとでかいバス取るにはね、このエクスペリエンスの方が幅があります。3ポンドで、25センチから60近い魚まで全部取りたいんだったら、コンシーエクエンスよりも僕はこのエクスペリエンスを使うんですよ。コンシーエクスはね、タフプランクスなんで、ちょっとやっぱピーキーでパワーはあるんですけども、パワーに合わせるとやっぱりちっちゃいのは取りきれない。で、ちっちゃいのに合わせるとでかい魚が対応しきれない時があるっていうのがあるんで、まあその幅があったんで、だってちっちゃいのは25ギリギリですからね。初日だってオンラインと60弱ですからね。ライブ売れて食べられちゃうんじゃないかっていうぐらい大きさありましたから、多分その日の試合で一番でっかい魚と一番ちっちゃい魚だと思いますよ。その幅を釣ろうと思ったらこのエクスペリエンスが良くて、まさにな、はい、ね、ただガイドセッティングはこれね、コンシエクスと同じガイドセッティングにしてあるっていう、まあ、ちょっと僕のちょっとチューニングモデルのロットなんですけども、このロットとこれちなみに7色のウィニングタックルでもあります。フランクスの特性によって、はい、さらにそうやって、まあ、新しくこれから出てくるコンクルージョンもあれば、はい、今まで作られてたやつ、初期型から中期型から後期型まで、はい、そういう感じで使い分けてるんですね。そうですね、古いものにも良さがあって、新しいものにも良さがあるんで、良さがなきゃ新しくしないんで、ただ新しいもので対応ができるところも、そのやっぱり微妙な差、これ今言ったのって多分キャッチできるかどうかっていうのを 5% ぐらいの差だと思いますよ。でもその微妙な差は僕らは気にするんで、まあ本当最後の一瞬で糸を切られることを想定して、柔らかい方でいこうって言ってエクスペリエンスに変えたんですよ。で、まあ当然溶岩のオープンウォーターっていうのもあるし、細い糸でやってて溶岩で傷ついてる可能性もあるから、実際僕は 2.5 ポンドか2ポンドぐらいでやり取りしてる感覚で取らなきゃいけないっていうのがあったんで、3ポンドでも。なので、まあこのタックルに変えました。で、フックが、これちょっとリーダーつい、今ちょっと脳震がなっちゃってますけど、フックが、スペリオフックの、この M2 フック、剣付きマス針の、8番、ごめんなさい、時はね、10番。で、それで、まあ、リーダーこれぐらいつけて、まあ、進化は16分の1、あるいは、32分の3にして、で、ポークを細長く切ったのをちょんかきにして、まあ、使っていくっていう感じで、で、まあ、リールは、その時使ったのはこれですね。MGX シータの 2000SH。まあ、こんなタックルで攻めてきました。まあ、シェイクもしやすいし、でかい魚からちっちゃい魚まで全部きれいに曲がってくれて取れるんで、まあ、でっかい魚だけを相手したかったら糸太くして、コンシエクスでやった方が、やり取りも早いし、感度もいいし、すべてにおいて向こうのロットの方が、そういうところでは上なんですけど、まあ分かりやすく言ったら、下道走るのと高速道路走るので、車、どっち乗りたいかって選べるんだったら選びますよね。そういう感じで選んだ感じですね。下道用の、今回はタックルで行きました。いや、我々エンドユーザーからすると、はい、最高級ラインのコンクルージョンが出たことによって、はい、もしかしたら若干このちょっと前に出たモデルとかは買いやすくなるのかななんていう、せこい考えがあって、だから、本当今店頭に、それ並んでるなってのは、まあ、ちょいちょい見かけて、でも売り切れたらなくなっちゃうんだろうなって感触もあるんで、はい、ちょっと持ってない番手は今のうちにチェックしないとまずいなって。そうですね、エクスペリエンスに関してはさすがにもうないかもしれないんですけども、まあ、でもただこれガイドは変えた方がいいです。当時はね、これ MGS って品番があった通り、マイクロガイドシステムが流行りだした頃で、その頃ちょうどね、このガイドがちょっとちっちゃくなるチョークガイドっていうのが主流になってるんですけど、今も主流ですよね、チョークガイドがあったんですけど、僕はチョークガイドが嫌で、まあ、なぜ嫌かっていうとちょっと話が長くなっちゃうんですけども、糸のたるみを使ったラインベンディングっていうのがちょっとしにくくなってしまうところがあって、キャストはしやすいんですけど、そういう面で自分の釣りと合わなくて僕はチョークを外してます。そのチョークを外してる代わりといってはなんですが、元ガイドの径を絞り込んで、
で、まあ、ちょっと、いろんなところに、使いやすさを加えていってるんですけどね。まあ、そんなロットです。これだと、25センチぐらいのバスでもしっかり曲がってくれるし、60アップのバスでも、差は曲がるけど取れるっていう。なかなかガイド変えるってなると大変な感じなんですけど、はい、でも小森さんのあの SNS とかブログとかホームページに、はい、今教えていただいたここ何番ここ何番ここ何番みたいなで何選んでるみたいな、はい、表みたいな、もし持ってる人はこんなチューニングおすすめとか。そうですねこれはなかなか今聞くと、もうほんとこだわりのこだわりのセッティングにチューニングされてんだな、プロの道具だなって感じ、ね。まあ、このね、チョークガイドを1個大きくしてやるだけでいいです。ああ、はい。それでちょっと変わると思います。はい。最初僕自分ではそうやってました。はい。これ1個だけだったらそんなに手間かからずできると思うんで。それでふわふわっとした初期型のような糸のたるみを出しやすくなって、はい。出しやすくなると思いますね。まあ、あとは、やっぱこの軽さを追求するために、ちょっとエクスペリエンスって、コンシェイクよりもちょっとやっぱり柔らかいので、ガイドを、まあ、取る材とにしてやることによって、まあ、ガイドが軽くなるから竿全体がちょっとパリッとした感じになるんですよね。なので使ってる時はコンシエクスほぼ一緒で、で曲がるとエクスペリエンスっていう、まあ、そういうロットになってるんですけど、じゃあこれ作って売れよって言われるかもしれないんですけど、やっぱそのブランクスが年々新しくなっていく中で、これちょっとやっぱ重たいんですよね。やっぱコンシエクスのはるかに軽さっていうアドバンテージがあって、軽いことによってキャストがしやすくなったり、疲れなかったり、軽いちっちゃい当たりが取りやすかったりすることもあって、向こうのロトロが性能は格段に上です。まあ上だからタフブランクスに差を関わっていってるんで、まあだけどエクスペリエンスの曲がりっていうのも結構僕は好きで、まあ、使い分けていってほしいなと思ってます。でそれで初日が終わって、はい、いよいよ2日目に突入していくってこと。はい、まあ、二日目はもう、正直優勝しか、まあ考えてなかったですね。7番から優勝届くかなって、昨年で優勝した江尻君にちょっと聞いたら、僕が優勝した時は初日4位でしたよって言うんですよね。届かねえって言いたいのかよと思って。まあ、確かにね、まあ上6人の方が外してくることを期待してはダメです。やっぱりだから、ベストを尽くして届かなかったも表彰台には残ろうと。なので、まあ優勝を目指してやるぞと。まあ、ひたすらその気持ちでしたね。せっかく7番という順位につけて、実はね、去年、そのバスプロ選手権で初日17位だったんですが、2日目のフィッシュで、その翌週に行われた JB のクラシックで、僕初日4位だったんですよ。で、2日目のフィッシュだったんですよ。で、もうちょっと遡っていくと、2012年の吉野川でやったクラシック、僕初日トップだったんですよ。2日目のフィッシュだったんですよ。もうね、この短期決戦の2日目って本当ダメで、あるいは初日ってダメなんですよ。エリート5の足の子も2日目2位だったんですけど、初日ゼロですからね。短期決戦って本当2日間集中力続かなくなるっていうのがちょっと、自分の中のデメリットというかウェイクポイントというか、そんだけやっぱ積み重ねた練習をしてきてないから、2日間を想定してなくて初日に燃え尽きちゃうか、要はもう当てに行っちゃうんですよ、わかりやすく言うと。で初日に当たったら2日目残ってない、初日外したから2日目なんとか当ててくるとかも、そんなゲームを作ってたから、ただ短期決戦はその方が勝ちやすいと思ってたんですね。でも実際短期決戦で僕勝ったのって2008年の JB クラシックだけで、そんな攻め方ではなかったですね。それも一回、ほぼ一箇所で釣ったんで。だからやっぱり、ダメなんでしょうね。そういう当てに行くっていう考え方がトーナメントでは。なので、まあ手堅く着実に行こうと。ただスタートがもう再抽選になるんで、まあ、スタート順で入れないかもしれないし、ここに。いろんなこともあるから、もうフラットに考えて。ただ、どこに自分が入ることに なろうが、どんだけ、その、シビアなことが待ち受けていようが、トーナメント中に。例えば、初日でかい魚釣れたけど、二日目は悪いと切れるかもしれないですよね、溶岩に釣れて。そんなこと、アクシデントもあるだろうと思って。でも、それでも、まあ、負けずに、やれればいいな、と思って、まあ、スタートしました。まあ、そして朝一行ったら、まあ、朝一スタートが良かったんですよ。2日目も抽選が良くて、でこの先行者の方よりも先に入れたんで、まあ、あの女この方も来たんで、まあ、シェアし合ってやったんですけども、まあ、僕は初日のこの同じポジション、僕ねこういうところは結構ね、優しすぎるのか本当はダメなのかもしれないんですけど、
ここに陣取って入れないようにしてもよかったんですけどね。でも初日入ってたボートポジションにちゃんと取ったんですね。だからまあ彼も初日入ったところに入って、まああの俺もねやっぱり試合の駆け引きなんで、あの佐藤プロっていう方の、ね、来年からビューティーにまあ上がってくる方なんですけど、やっぱりそのフェアに戦ってくれる人にはフェアに戦っていきたいと思ってるんで、まあすごく距離を取りながらあまり喋りかけたりして、ちょっとまあ向こうは真面目な子なんで危険そうな顔に見られるんですけど、僕は近かったんでどう釣れるとか喋りかけてたんですけど、まあそれはあのスポーツマンシップに乗っ取って戦ってくれる方だったので、すごいやりやすくで、2日目はねちょっと風がなかったんですね。なので僕はこのポジションからこっちもこっちも逆に僕のボートポジションだと上下ここ角角って狙えるから、まあ結構面白いように魚釣れまして、キーパーポンポンって2本釣れて、そこからノンブルーギルとノンキーラッシュになって水温が上がるに従って、ノンキーがねトータルで13本24センチとか23センチが、それはそれで大会じゃなければすごい楽しい、楽しいですね、はい、でブルーギルが8倍、これが楽しいかどうかはちょっと別として、ただ当たりがそんだけあるわけですよ。でまあ3本目に来たのが、また50アップこれが2キロぐらいの魚で、2キロはないかなぐらい、2キロちょうどぐらいの魚かな。でその後にまあキーパーも連発して、でまあ終了時間30分前までほぼバイトが絶えずにあって、でなので途中でちょっとリーダーの長さを変えてみたり、あのまたポークをちょっといろいろ変えてみたりとかして、まあそれでもやっぱ細長い、ポークで、これぐらいの長さの細長いポークで、細さこれぐらいですね、あの板になってるポークを細く切って最後使ってましたね。であと進化は2日目風がなかったんで16分の1で、針は、まあ、10番と8番をまあちょっと使い分けて、でかいのが来た時のことを考えて、ちょっとキーパーが揃ってからは8番に変えてやってました。揃ってっていうか揃いそうになってからは。で、まあ、あとは、まあ、シェイクなんですけど、まあ、ちょっと断面図を描くと、まあ、僕のボートはここに置いてるんですよ。ちょっと絵が汚くてごめんなさいね。で、ここは7メーター。ここ10メーターで。10から12メーターかな。で、多分バスをね、この辺にいるんですよ。ちっちゃいのがいっぱい。で、でかいのはたまーにこの辺にね、こうやって泳いできます。これライブスコープでわかります。でもライブスコープで見て釣ったわけではありません。もう見なくても全然、こうであろうっていう、想像通りのことが水中で起こってたと思うんで、まあライブスコープ頼りよりも、まあ、今回は逆に、ね、広い範囲を見て自分が溶岩のここにいてこっちとこっちにガレバがあるっていうのが分かるっていうのが大事だったんで、巨体に関しては360、これがものすごく役に立ちました。で、まあ、あとはまあ、エレキ、止まれるエレキですね、まあ、ローランスのゴーストっていうエレキを使ってるんですが、まあ、このエレキは、まあ、風が強い中でもぴったり止まることができてたんで、まあ、それもあって初日もボートポジションキープできたし、2日目も初日と同じところにマッキング打てたっていうのも、まあ、この巨体とまあ、エレキのこのコンビもあると思うんですよ。で、ここにマークを打って入って、まあ、まあ、ここを釣っていくんですけど、2日目投げて、ずるずる上げてきて、もう引っかかったところ、ずるずるずる、あ、これ引っかかったな、このコリを外さないようにシェイクしよう。で、外れたらシェイクが強い。外れないくらいでシェイクしてると、こっていうあたりが、ほぼね、これがちゃんとできれば、ほぼね、80% 以上の確率でバイトがあるんですよ。まあ、ワンキャスト大体2分くらいかかるんで、沈めてから、その引っかかり物探すまで含めて。だから2分に1回渡りがちゃんとやってれば取れる感じでしたね。ただ、風が強くてちゃんと引っかからない時もあるし、ここ引っかかるかなーってなって、ずるずるずる、あ、何も引っかからないで上がってきちゃったって時もあるし、シェイクしたらすぐポッて取れちゃって、うまくできてない時もあるし、コンクルージョン。なので、まあ、毎回釣れるわけではないんですけども。この引っかかる引っかかるっていうのは、その溶岩のエッジとか、何か沈み物、オダ的なもの。オダではないです。あのね、溶岩の隙間と隙間に生えてる短い、なんか、ウィードっていうのかな。あの、水草なのかな。熱帯魚さんで苔に、あの、流木に結びつける苔みたいなのあるじゃないですか。あんなのがたまについてくるんで、あれだと思うんですけどね。ウィローモスみたいなやつ。あれだと思うんですよ。まあ、それか溶岩の隙間がちょっとコリコリコリクック。進化取れないな、取れるね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 、お、はい、来た。っていうような、もうね、なんかワカサギとかを釣ってるような感じでシェイクですよ。取れるね、取れるね、取れるね、っていう、ワカサギみたいなバイトが出ますね。そんなことやってるんですね、はい、ボコボレさんって。恐ろしい。来たっていう、もうね、
だから本当にワカサギやってる感じですね。まああの分かってると面白いです。でも初日それで60前後のがはいゴーンってくる来るわけです。場合もある。いやゴンとは来ないです。それも、うん、クって入ってきます。おでかいぞーみたいなのが始まるんですか、ね。はい、だから食い方的にとてもなんかパクって食ってるんじゃなかったんです。だから僕はこれ僕のあくまでもイメージですよ。実際見たわけじゃないから、あカボシ食べてんじゃないかなと思ってますよ。だってゆすりからの発生具合もそうだったし、あんだけ大量にゆすりかが水温が上がった夕方に大量発生してるんですよ。で風が強いんですよ。で風下で僕ら釣りしてて風下が釣れるんですよ。水温下がっていくはずの風下がこの時期に釣れて、ゆすりかが夕方になると大量発生して、オートム付近でちっちゃい補足した輪、まあ、じゃないポークをコツコツコツって当たるようなバイトで食ってくるなんて、これはそこですもんね。ですね。ゆすりかなんじゃないのかなと思ってますけどね。じゃあ今年のバスプロ選手権はゆすりかパターンってことですね。まあそうやって何かパターンっていうのが僕あんま好きじゃないんでねよく言われる何かパターン、餌ありきの何かパターン、あの再現性が取れてから言うようにしてるね。パターンっていうのはあのよく言われるじゃないですか。 赤ガエルパターン、ボラパターン。確かに赤ガエルも食ってるしボラも食ってるけど、それはそのバスがボラを食った、そのバスが赤ガエルを食ったっていう一次元に過ぎない話だったと思うんですよね。そのボラがいたら食うからボラルアーを投げていく、赤ガエルのルアーを投げていく、これは正解なんです。それをもってしてパターンっていうならパターンなんですが、過ぎ去った11月半ばの河口湖のこれに関してパターンって言っても、再現が取れなければパターンとは言えないから、僕はこれがもし同じようなことがあって、うわ赤星が今日多いな、あゆすりが多いな、風下もすっげえ風吹いてるなっていう時に引き出しがポンと開いて、よし思い出したゆすりがパターンだってなったらそうかもしれないです。コンクルージョン。そんな繊細なしのぎ合いが、まあ初日、まあ、プラで見つけて初日それでやりきって、はい、2日目キーパーはバンバン連れてって、はい、ここまでですね。そうですね、まああのリミットは結構簡単に取れると思って途中でいろいろ試していって、やっぱりリミットは取れたんで、まああのわりかし僕の中では2日目は楽な展開でした。で、まあ、それがこう優勝に絡むかどうかっていうのはもはやもう時の運だと、表彰台には残ったと。だからまあだけどもこの2020年試合がなかった中でバスプロ小森つぐいことして実績としてまあ足跡を一つは残したと思ってたんですよね。ただまあそこまでいったら勝ちたいっていう気持ちもあったんで、まあ人のチョークは気になるところだったんですが、まあ上位陣の魚がほとんどやっぱりその過去放流って言われてるものである可能性が高かったんですよ。中ウエイトもさることながら、そのみんな持ってきた魚が複数匹なんですが5匹じゃなかったんです。でウエイトにまばらさがなくて2匹ともでかいとかで、僕のところで2匹ともでかいってことはそうそうないんですよね。でかいの2匹釣るのはちっちゃいのを混じるんですよ。だからシートなのを追っかけて釣ってきてればそんなことにならないから、巻物で釣ってきたか過去放流を釣ってきたかになるんですよ上位陣が。だからこれはほとんど2日目釣ってこれないだろうっていうのはちょっとあったんです。だからリミットた時点で勝ちはあるって思ってたんですよ。でまあ敵になるのは何人か、まあ6人の選手でもちろんすごい選手ばっかりだったんで、まあ、全員敵なんですけども、まあ、やっぱりまあどっちがダメになっても合わせてくる選手だろうなと思ってたんで、やっぱりあの上、まあ、藤田選手が釣ってきて、まあ僕が見た感じ本当にねこの四半世紀最強のトーナメントだと思うんですよ藤田京也って。まあ正直まあ去年一昨年の戦いを見てると、これちょっと本当に僕の全盛期あの V2 を取った頃を持ってきてしても簡単には絶対勝たせてくれないなと。で当然こうもう追い朽ちてしまった僕ではもう一回ちゃんとあの一からトレーニングをしないとこれは倒すことはできないなと。倒すっていうのはちょっと言葉としてはまあ難しいですけど、その追いつくことができないなと、あの彼といい試合をしたいなっていう気持ちがちょっとあったんで、まああのやっぱり上位に来たっていうのはやっぱりなっていう面はあったんですけども、上と聞いて、まあ、3300ちょっとですってから、あ2日目は勝ったんだ、だから初日の上と順位って並んでたよなと思ってこれ優勝争いになるなって思ったんですよ。多分どっちかだなこれってその時ちょっと直感したんですけども、やっぱ案の定まあ1位2位どっちかだっていうことでだったんですけども、まあちょっとしたウエイト差で、まあ、勝つことが、まあ、できたんですけどもね。まあ実際自分は結構ベストゲームって大変ですけど、2日目なんかもう本当に初日はキッカーがちょっとありもでかかったんで2匹しか釣ってなかったんで、ね、ウエイト差僅差だったんで、あの1匹が1700でも十分キッカーだったんですよ。でも2300だったから、そのね
1700でもキッカーなのに2300まで跳ね上がってくれたっていうのちょっとラッキーはあったと思うんですよ。で2日目はもうベストゲームです。リミット取ってきて、まあ正直あれ以上の内容のある釣りがあの川口湖で2日目できた人が僕はいないと思ってます。まあ順位的には2日目も2位のウェイトでしたけど、まあでもゲームとしては計算した通りのウェイトで2位だったら間違いなくパーフェクトゲームなので、まあ、それでしてもビビたるウェイト差でしか勝ってないっていうのはやっぱり敵としてすごいなと、まあ、今回はちょっと土つけることができたので早い段階でね土つけときたかったんで、はい、もうやっぱり僕もねやっぱりタイトルコレクターとしては意地があるんで、自分の目から見ても本当に四半世紀最強だと思うトーナメンターに簡単に負けてしまっても悔しいと思ってて、まあ、ちょこちょこ土合いなんでね、やっぱ魚釣りなんで勝ったり負けたりはあると思うから、まあ、どっかで土はつけるだろうと思ってたんだけど、早めにこうやってタイトル戦で優勝争いができて本当に良かったなと思うのと同時に、まあ、自分自身もその2020年ってまあろくなことがなかった1年、まあ、試合がなかったんでね、これはろくなことがなかったとしか言いようがないですけど、まあ優秀の美を飾れて、まあ終わり良ければ全てよしかなという感じで終われたので、まあそんなワスプロ選手権だったかなと思います。ありがとうございます。小森さんのお話聞いてて、はい、小森さんの中では、はい、1700が2300だったから、はい、あれはラッキーだって言ってるんですけど、はい、だってプラの段階で見つけていて、はい、それを追考して狙い通り大きな魚が釣れたっていうことだから、我々から見たらもう狙いすました、はい、一匹にしか見えないわけで、でも小森さんの中ではあれはラッキーって言っちゃうところはなんかすごいストイックだなと思っていや今回勝てると思ってなかったんですよ、正直言うと。直前プラがでその魚最後に見つけた時も僕も諦めてたら溶岩ちょっと釣れるよという情報をくれた方がいて、まあ、その溶岩釣れてるんだっていう認識はあったんですよね。だけど自分に釣れるかどうかって分かんなかったし、正直豚の皮でここまでの釣果を上げれるっていう自信もなかったし、正直本当に勝てるっていう気持ちは試合前は全くなかったです。まあスイッチ入ったのは初日のやっぱりキッカー、あの魚を見た時にこの魚をもってして勝てないようではこの魚に失礼だって思ったことは一番だったかなと思いましたね。まああとは2日目の朝かな、勝ちに行くっていう気持ちがなくなってしまったらやっぱりもうやる価値もないだろう。このトーナメント続けていくことにものすごくやっぱり続けていくことですね、それがやってる時みんな楽しいんですよ。でも来年もエントリーするってことに多分すごく多くのプロトーナメントの方っていうのは悩み苦しんでると思うんですよ。でやれば楽しいんですけど、そのためにいろんなものを犠牲にしていろんなことを考えていろんなこう人生をのベクトルをこっちに向けていかなきゃいけないわけで、それを乗り越えてやっていくのは僕もこれ同じなんですよ実は。だけどまあそういったことを、まあ、継続させていく中で勝ちたいとか、まあ、何位になりたいとかそういう自分の目標設定ができなくなってしまったらもう終わりだろうなと、なんとなく釣ってきたからいいやっていう試合を僕はやっちゃいけない。だからまさにそのさっき言った直前プラダメだったら帰ろうかと思ったっていうのもそういう気持ちであったんですけど、それがネガティブに働いた時はそういうことだったんですけど、試合が始まってポジティブに働いてくれてうまく自分のメンタルをコントロールすることができて、でまたこうゲーム中にフェアに戦ってくれたプロが周りにいたりとかで、まあそのバスプロ選手権でやっぱさすがだなと思うのは各大会の上位陣の人が来てるからね、ものすごくやっぱりプロ同士の駆け引きも含めてなんですけどゲームが面白くて、あとマナーもすごくいいんですよ。なのでまあとっても本当に出てよかったなと。だからこそ正直トップフィールドのプロはあんま出てないんで、カッコつけなきゃな、カッコの悪い順位で終われないなと。あとこの先にねクラシックがあるんですよ。で今年ね、トップフィーティーからクラシックの出場権っていうのは、まあ試合がないから取れなかったんですよね。で、まあちょっと JB さんの計らいで、このバスプロ選手権に、ノミネートされてる選手は、まあ、15位までに入ればトップフィーティーの選手はっていうのがあったんですよ。っていう枠をちょっと広げていただいたんですね。まあこれちょっと公表していいのかわかんないんですけど、まあ、とりあえずバスプロ選手権からっていうクラシックの枠があったんですよね。で、まあ僕としてはやっぱりフィーティーからクラシックに出れない。っていうのをちょっとね JB に僕もちょっと抗議をしまして、だってねタイトルじゃないですか、 JB で大きなトップユーティーのワールドチャンピオンと肩を並べるタイトルじゃないですか。
それが参加できない、ノミネートもできないってちょっと待ってよって思うじゃないですか。だからまあちょっと抗議をしたんですよ。ただ僕は取るまだチャンスがあるわけじゃないですか、このバスプロ選手権で。スマートに行くと2位までに入れば現に取れるわけですよ。ここを目指そうっていう気持ちはちょっと強かったですね。抗議した分しっかりと成績出して、ほらね、トップビートに人がいないとダメでしょっていうのを見せたかったのがあったんですよね。だからこのタイトルもそうなんですけど、バスプロ選手権って、まあ、クラシックの出場権がこの2020年度のクラシック、まあ来年の2021年の4月に開催予定なんですが、この権利が取れたっていうこともちょっと僕の中では大きくて、おそらくまあちゃんと数えてないけど途中で辞退しちゃってる選手もいっぱいいるから、僕ね JB のクラシック多分最多出場に近いんですよ、おそらくですよ。参加回数、クラシックって出たいって手挙げて出れるわけじゃないですから、県にとって出てる中では多分一番多くなってくるんじゃないかと。第一世代の人たちを差し置いて、もうひょっとしたら沢村さんの方が多いかもしれないですけど、沢村プロの方が、いやでもどうだろう、沢村さん出てない時があるから、ノミネートされてもそれも全部一回見るとひょっとしたら抜いたかもしれないです。ちゃんと数えてないですけどね。まあ僕は9年目から JB プロで10周年から出てるんですけど、なのでちょっと分かんないですけどね、その前の10年間が分からないから数えてないけど、でもそういう自分の中でやっぱりクラシックに出ることっていうのはプロとして一つの目標なので、そこの権利を取れたっていうのも大きいなと思ってます。ありがとうございます。ちょっとどういうことなのかすごい詳しく聞きたかったんで、はい、全部分かりました。まあそうですね、釣りのテクニックから、はい、ゲーム展開から、はい、その競技のシステムから、はい、僕の思いまで全部喋りました。はい、ありがとうございます。超大作になったと思うんですけど、最後にその優勝トロフィー前に持っていただいて、はい、何か一言いただいてもいいですか。そうですね、バスプロ選手権は、まあ、チャプターからプロに上がった選手、まあ、これからまだトーナメント出ない方もチャプター出てプロに上がれば誰もが目指せるタイトルです。ぜひ、皆さん、僕は来年も JB2 ヒバラコにエントリーしてますんで、こちらで権利を取ってまた来年もこのタイトルを取れるように頑張っていきたいので、ぜひバスプロ選手権で一緒に戦いましょう。